ぽです。バッサに初めてクイズ、うーえーい、はい、ということで我々歌い手グループを始めて1年とちょっとかな、ちょっと時間が経ってきたんですけれども、今回は、はいはい、あの初心をね取り戻したいと思いまして、初めてを思い出したいなって思うんですよ。なるほどね、はいはいはい、初心をね。なので今日は世界の初めてクイズをやっていこうと思います。世界の初めてクイズ、はいはいはい、世界の初めてクイズ、そう、世界の初めてクイズ、あのパスハ、我々パスハニのことだけではなく、あの世界のいろ至る所にあるいろいろな初めてを集めていくっていうクイズですね。まあちょっとあの口で言ってもむずいと思うので、あの例題をね出していこうと思います。はいはい、例題、国民栄誉賞を初めて受賞した人は誰？わかるか、そういう系ね、わかるか、結構難しいね。うん、いやいや、最新版でいこう。あ、いいかな。逆にね、あんたよ最新よ、うん、逆にね、うん、あ、じゃあ例題見ていく、みんなの回答見ていくよ。こちら、はい、イチロー、イチロー大谷翔平さん。まあそうよね、そうよね、我々がさ、なんか何もさ野球見ない人が知ってる野球選手ってこの辺になるよね。いや、そうそうなんだよね。わかる。ちなみに答えは王貞治さんでした。うわー、聞いたことあるかも。聞いたことある。で初めて宇宙に行った人は？あ、え、そう、あ、え、これってさ、これは、うん、わかるわかるわかる、わかるわかるよね、出てこないよね。ちなみにこの人宇宙に行って地球を見てなんか言ったらしい。はい、はい、じゃあマリナルから見ていきましょう。マリナル、毛利守さん。はい、あー、宇宙飛行士の人ですね。これは聞いたことない。ただこれ日本人初なと思うんだよね、これ。なるほどね、世界じゃない、そうそう、世界じゃない、なるほどね、そう、そう、でも世界ちょっと出てこなかったな。じゃあ次、うんうんうん、ニコちゃん、お金配りおじさん。なんかちょっと、ちょっと、ね、前澤さん、なんかですか、さあ、なんか、わかるよ、出てこない、気持ちはわかるけど、気持ちはわかる、うん、え、ゾゾタウンの社長さんのことでしょ。あ、そうそうそう、気持ちわかるけど、前澤さんのことでしょ。じぐらいか、うん、言ったんじゃない、言ったよね、多分。じゃあ、ゼパ、うん、最後にゼパの回答、こちら、ユーリ・カガーリン。あ、ガーリン、あれ、ゼパー、普通に名前間違えちゃった。ゼパさ、めっちゃ合ってるのに、めっちゃ合ってるのに、ガース、ガース、めっちゃ合ってるのに、めっちゃ合ってるのに、間違えた。0.5 点つけた子が惜しいし、あの、正解はユーリ・ガガーリンです。そうですね、ほぼ正解だから、ね、ほぼ正解、ほぼ正解、ちょっとこれはだけど、うん、名前を間違えるって、確かに、みたいな、失礼、確かに確かに確かに、普通に間違えちゃった。いやいやいや、でも、もうこれもうライバルですけど、うんうん、今回マジでむずそうだから、そうだよね、ポイント上げてた方がいいと思う。そうそう、うん、僕もね、今後一生0点の可能性あるからね。そう、そういう気持ちで言ったの、僕もちょっと今回むずすぎるから。難しいんだ ね、そうなの、そうなの、そうなんだ、いや、よかったよかった、ありがとうございます。かすったので、うん、ゼパ 0.5 点。助かった。おめでとうございます。初めてのオリンピック第1回の開催地はどこ？はい。これ割と初めてのオリンピック。オリンピック全く分かんないですよ、これ。これ割といけるんじゃない？やっぱ初めてだし、うん、もうみんなが知ってるようなところじゃない。でかいとこですよね、絶対初め。そう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 、絶対はそうだよね。それじゃあ全員の回答見ていきましょう。ドン、パリ、アメリカ、アテネ。正解はアテネです。え、あ、そうなんですか、これ。すごい、そうなの、そうなんです、すごいすごい、そうなの。そもそもオリンピックって昔、古代ギリシャで最初に行われたことが起源で、それが今のオリンピックにもつながってるので、その辺でも分かる人がいそうですね。これの前なかったんすね、絶対あると思ってました。いや、なかった。なんだっけ、アテネオリンピックが2004年にも開催されてるけど、一番初めのオリンピックは1896年のギリシャのアテネ、ギリシャのアテネで開催されたみたいですよ。そうなんすね、2回目のアテネの認識でしたね。そう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 、でもすごい合ってた。1回もあったのか。やるやん、ゼパ。いやいやいや、よかったっす。すごいね、これ、授業？授業みたい。なんか授業みたいになってんね。授業？歴史で何だったと思い出すだけっていう。そうそう。そうかも。なんか世界史みたい。
世界で初めてブラウン管テレビに映ったものは何でしょう。映ったもの、映ったもの、もの、ちょっとヒント言うと文字です。ん、マリナルから見ていこうかな。マリナルの恋と、こちら、はい、ハロー。あなたもやっぱ、挨拶から始まるかな、みたいな。挨拶から始まる。iPhone みたいだね。やっぱそうそうそう。やっぱ世界だから、まあ、英語かな、みたいな。なるほどね。気持ちのいい挨拶、ありがとう。そう。じゃあ次、ニコちゃん。こちら、ノーシグナル。そうそうそう、まだ見せない、まだ見れないよっていう。なるほどね、エラー入ってるところから初めて始めるんだ。そう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 。なるほどね。最後にゼパヌ。それはふざけてるわ。いやいやいや、ヌって感じで出てくるかなと思って。ちなみに、ちなみにこの中で一番近いのはゼパ。そうでしょ。一文字ってこと？マジです。そう、一文字ってこと。日本語なの、しかも。え、どうなんだ。正解言いますよ。正解はカタカナのイの文字でした。なんで？え、なんで？なんでイ？なんか当時イロハニホヘトがさ、アイウエオの代わりに使われてたじゃん。あ、はい、それの最初のイらしい。そういうこと。すごいよね。なんか英語とかだと思ったらまさかの日本語っていう。いや、ほんまにね。ね、うん、日本で初めてミリオンセラーを達成したアーティストは誰？これはなんかその初めてだから、その CD とかレコードとかそういうこと？多分。え、人の名前ってことですか？あ、そう、人の名前。多分めっちゃめっちゃ CD 売った人誰って話だと思う。はぁ、有名どころ行くわ。日本ですよね。日本でしょ。回答表示。みそらひばり、みそらひばりさん、たいやきくんの人。たいやきくんの人誰？え、わかります？泳げたいやき、あの、作った人っていう。ああ、そうそうそう。あの歌か。そうそうそう、結構売れてるイメージあったんで。なるほど、なるほどね。その人が日本で初めて100万売った人。取ったんじゃないかなって思いました。なるほど、なるほどね。なるほど。じゃあ、答えね。はい。答えは、この中に誰もおらず、え、井上陽水さん。あー、あ、陽水か。そうなんだ。でした。すがすぎですか。風あずみのすじゃん。少年時代ね。あ、聞いたことある、それ。知ってるわ、ね、授業でやった。ということで、次が最後の問題です。はいはいはい。ラストか。最後の問題だけど、せめてちょっと、うん、今さ、マリナルとニコちゃんが1点も取れてなくて、ゼパが 1.5 点取れてんだけど。1.5 点。微妙すぎ。 1.5 点取れてる。いや、もう2点にしましょう。2点にしよっか。2点ね。ちょっとね、取れてるから、うん、じゃあ最終問題は2点で。はいはいはい、はい、はい。令和になって初めてレコード大賞を受賞したアーティストは誰？え、令和になってから。え、でもあの今令和何年？いや、あれか、今 6？ 回答一人一人見ていこうかな。じゃあ自信ありのニコちゃんからいこうかな。ニコちゃんの回答こちら、バウンディさん。バウンディさん、バウンディさん撮ってましたっけ？いや、最初アドさんにしとったんよ。うんうんうん、うん、けど、愚かがアドさん知らないとかわけわからんから。そうかも、そうかも。愚かが知らなさそうなジャンル行ったんよ。なるほどね、うんうん、いや、それはね、正しいかも。ちょっと正しい、ちょっと。うん、ゼパの回答はこちら、リサ。もうこのね、うん、あの鬼滅のイメージしかなかったですね。確かにめっちゃ流行ったもんね。ね。じゃあ最後、マリナルの回答こちら、フーリン。この中に正解があります。来たかも。カスタクね。来た、来てんじゃない、これ。正解はマリナル。やったー。あー、そっちか。よく出てきたね。しかも大文字まで合ってる。素晴らしい。頼む、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 やったー。ありがとうございます。はい、ということで。いや、これめっちゃ嬉しいな。嬉しいね、すごいね。嬉しい。逆転するのって珍しくない？こういう問題で。ほんまや、確かに。いつもさ、なんだかんだいつも解けてる人がさ、一番解けてる人がさ、最後も答えちゃうみたいなのが多い中でさ、はい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 、今回はおいおいおい、マリナルが華麗な嬉しい逆転を決めました。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、今回の
優勝者は2点でマリナル、そして2位が 1.5 点です。やっぱ 0.5 点差ですね。そしてニコちゃんが0点と。ちなみにいた今回答えてはいた、答えてはいた、うん、答えてはいたけど、ちょっとなんか中身が授業すぎて難しかったね、ちょっと、いやほんまにね。いやでもかなり難しかったよね、今日の問題ねえ、うん、歴史だね、学ぶ授業だ、難しかった。うん、ということで以上パスハニ初めてクイズでした。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。